モーグリさん可愛いね。なんて言ってるんだろうね。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。長年考えてた新しい料理が完成しそうなんだ。とびきりの自信作だから、次はお前にも食べてもらうかな。クライブ、目に正気が戻ったな。あのお嬢さんを大事にしよう。心を許せる相手がいるってのは幸せなことだ。なんだい、赤字の帳簿なんて見ても面白くないぜ。なるほど、これも肥料に使えるのか。はは、何の用かな。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。これまでの知識の断片がつながったぞ。何について知りたいのかな？いつでも来るといい。ここも賑やかになったもんだ。昔は人も少なくて静かだったんだぜ。次のベアラー保護についてだが、新入り、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、はあ、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。しっかりと訓練できる場所が欲しいところだな。オッドに相談してみるか。
今の悲鳴は。おい、大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど。土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたか。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だが
いいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。いつかここの果実がとびきり美味しく育ったら改めてお礼するからね。楽しみだ。しっかりと訓練できる場所が欲しい。また何かいるようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。ちょうどいただくよ。金が足りないよ。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶しておこう。何か用か。何が必要なんだ。いつなら敵なしだ。よし、できたぜ。大事に使えよ。これを作るには素材が必要だ。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな、クライブ。今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとうガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。分かってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。
一度も戻ってないの？ああ。ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライム、でも戻った。君と一緒に。行こうか。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。ザンブレクのベアラ
建設途中の水道橋か。フェニックスゲートの惨事がなければ完成していたのかしら。そこの人、ちょっと手を貸して。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな。チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬は
そのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。預けた荷物をマーサの宿の馬屋番に渡してくれ。それじゃよろしく頼むよ。マーサの宿まで、あと一息だ。おい、ベアラン兵だ。主人がついてる。今はほっとけ。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを。あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。マーサの宿には旅人も行商も訪れる。チョコボもそれだけたくさんいるってわけだ。よしよし、いい子だ。
ベアラー兵か。あんまり変なことすんなよ。ガブ、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。橋が壊れちまってんじゃ、イーストプールへ荷が運べないよ。ライクはどこ行ったんだか。光ってる。何なんだ。1羽足りないな。
クリスタルの配給があれっぽっちだなんて、この先は不安だわ。抑留になってレアラーも高くなったしな。じゃなきゃ抱いてあげるのに。今日も暇なんでしょ。私と遊んでよ。まだ見回り中なんだ。後でな。後で。よく冷えてるじゃないか、坊主。何をお探しで？またどうぞ。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。エルウィン様は俺たち難民まで雇ってくれたからな。あなたがこの宿のご主人ですか？可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。なら、なおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に？だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。うちの大工のバーナードは
下の湿地へ向かったきりさ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。まずは橋のところまで行きましょうか。橋が壊れちまってんじゃ。門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。大工はどこ行ったんだか。ベアラー兵か。あんまり変なこと。ああ助けてくれ。今のはこの先だ。行くぞジル。早く助けましょう。それだ。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああそうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ、さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから。帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい？あ、分かった。橋は修理中だ。もう少し待っててくれ。イーストプールまで急いでるったのに。ずっとじゃない。いつまで通れないのよ。橋が壊れてるんだ。イーストプールに来たきゃ。今日も暇なんでしょ。水道橋を建ててた頃が恋しい。
二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが、幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや、結構。この宿場はベアダの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか？オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラーまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラーをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの、おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。え、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい？エルウィン様が治めていた頃のロザリアでは、ベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。食べ終わったらそろそろ行こうか。他の人の目もあるんだ。何かあればマーサに言うんだね。届け先は悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。マーサからの届け物だといえば通じるよ。
よく冷えてるじゃないか。さあさあ買ってって。そうやって使うんだ。いらっしゃい、安くするよ。修道院の人、近頃よく買い出しに来るね。人でも増えたのかね。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだ、自分のチョコボが欲しいな。Hup! Hup! 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 H
何？